そこで我々はメタルギアの足に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。例の前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの子供たちが孵化しようとしている。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。海軍から反発があるのも事実である。エビエーターやサブマリーナー出身の海軍幹部からの圧力もある。そしてあの勢力、しかし我々海兵隊にはこの計画が必要なのだ。諸君、敵は外だけではない。このことを忘れないでいてもらいたい。この例によって他のメタルギアは無効になると言ってよい。その軍事的優位性はメタルギア導入を進めようとしている各国の核戦略を再度転換させるだろう。パワーバランスは見直され新しい世界秩序が築かれる。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となるのだ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも海軍冗談だろう。スネーク、スネーク。